はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストでシンガーソングライターの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供ズーム G2YMU B の2番です。 ZEP STD ですね、はい。ちなみにズーム社 G2YMU はこのような形をしております。ダース・ベイダーみたいな、フル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 みたいな感じですね、はい。経済的に余裕のある方はぜひ購入してください。ズームシャンスヒンドルモードがいいです。はい、使用するギターですが、富士弦製ストラトキャスターです。はい、ストラトは富士弦が一番音がいいと思ってます。あくまで個人的な感想です。でギターを手にしたら6弦3フレットからスケール練習です。ゆっくり丁寧に奏でましょう。中指で始めましょう。中指に入れ替えます。はい、なぜ中指に入れ替えるかというと、全く同じようにしてもう1オクターブ奏でられるからです。はい、こうしてみましょう。慣れてきたら3オクターブのスケール練習にチャレンジしてみましょう。6弦から1弦まで全て使うので達成感があると思います。スケール練習で、一体どういう効果があるかというと、こういう、という動きですね。小指に重心を持ってくること、それによって、ここの筋が鍛えられます。人間の指というのは、人差し指と、中指が強くて薬指と小指が弱いものです。ここの筋を鍛えることによって、加工する際のね、フィンガリングが、スムーズに、だんだんと行えるようになります。やってればそのうちできるようになるものです。はい、やりすぎ注意です。手が痛くなったらお休みしましょう。グーパーグーパー。はい、ここからちょっと面白くなります。沈んでギターで前衛ナンバーは世界的大ヒットですね。イエスのロンリーハートです。行ってみましょう。ワン2 1 2 3。ちなみにライブではこう弾いてます。すぎて全く伝わらなかったかもしれませんが、ライブではね、2回弾いてます。多分特に意味はないでしょうね。そしてですね、惜しくも命、飛行機事故で命を落としたランディ・ローズが残した、ミスター・クローリーですね。彼はもともとクラシックのギタリストだったんですが、なかなかクラシックではね、生きていけないので、ロックギターを弾くことになりました。はい、多分ランディはそんなにロックギターを愛してなかったんじゃないでしょうか。ちなみに2枚目のアルバムに入っているダイアリー・オブ・ア・マッドマンのタン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 なんですが、あれはですね、カレジ作曲のアルペジオのための練習曲そのまま使ってます。
それぐらいランディはですね、ロックギター、ロックファンにね、クラシック音楽の素晴らしさを知ってほしかったんだと思います。そんなランディが残したミスタークローリーです。ゆっくり丁寧に。ワン、ツー、ワン、ツー。ポイントとなるのは一箇所はこれですね、プリンゴフが速くなりすぎないようにではなく、ですね、もう一箇所はですね、ランディは1回目をオンビート、2回目をもたらしてますね。これはランディ、オジー・オズボーンの歌い方に合わせたものだと思われます。結局伴奏楽器なんで、なかなかその主役になる場面というのは少ないわけですね。まあ、そんな中、じゃあギターソロを学んでいこうではありませんか。課題曲として、ファイナルカウントダウンという楽曲を、これいろんな要素が入ってるんでね、非常に勉強になると思います。ゆっくり丁寧に学んでいきましょう。実際に調してみましょう。となります。オリジナルでキーはこれですね。それはですね、ギターを奏でる際に、指板、フィンガーボードと指が離れている時間、これを極めて短くすることです。バタバタとした運指ではなく、滑らかな運指を目指しましょう。まあ、実際指動いてるんですけどね、動いてないように見えるぐらいが理想です。静かにギターを弾きましょう。課題曲、フツシティングやマルムスティン、広島モナムロを簡単にしたものであります。
奏でるかはあなた次第です。こうあくまで装飾音なので。と奏でても。と奏でても自由です。あまり結果は変わらないと思います。調子はそんな細かいところは聞いておりません。はい、そんな私はですね、こちらのテロップがあります。横浜にございますシアミュージック横浜校でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。10月も、10月に入ってですね、まあいい季節になってきたんですが、いろいろ物価も高かったりしてね、大変だと思いますが、ぜひね、ギターを学びに横浜シャミ塾に足を運んでくださいませ。私自身はね、あまり新規の、生徒さんは受け付けておりません。あの器が小さいのであの横浜シャミ塾ではね、ボーカル、そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、そして DTM、それぞれの講師がね、非常にレベルが高いです。間違いありません。まずはね、フリーダイヤルでお電話くださいませ。はい、横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。それではギタリストシンガーソングライターの竹下敦でした。